私も飲んだ。そう飲みました、みんなで飲みました。美味しいよね。さっきさ、あの選手コラボグルメ、そう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 、なんかね、あの柴崎フォーフォーセイさん食べた。そうめっちゃ美味しかった。みんな食べた、食べた人。おお、いっぱい食べたよね。美味しかったよね。え、あと肉巻き、そう肉巻きおにぎりと、あと裏メニューと、裏メニューね、コロッケとなどなど、なんかいっぱい食べたね。いっぱい食べすぎて覚えてないんですけど、選手のコラボメニューは今シーズンが終わるまで、ね、ずっと販売予定なので、食べてないよって方はね、そうそう食べてみてください。毎試合ごとにちょっとずつ食べて全制覇しようかと。いいね、私も全試合制覇したいな。嬉しいけどね、いっぱいあるのでね、皆さんもぜひぜひ全制覇してみてください。お願いします。じゃあちょっとね、話は変わりまして、研修生もさ、サンフレに来る機会が増えたけん、はい、好きな選手とかおるんかなって思ったけん、ちょっと聞いてみようかな。はい、聞きたい、聞きたい、聞きたいね。誰なんかな。まずはもこちゃん、好きな選手は。はい、私が好きな選手は青山選手です。おお、青山選手、王道でございますね。かっこいいもんね、プレーするね、姿もね。あーたんは。私は青山選手。ちなみにさ、どういう理由で好きになったの？私は、あの試合中のヒップスとかで見てるけど、試合をヒップスで行ってる、ね、司令塔ってね、感じがすごいなと思います。かっこいいよね。え、アーナは？私はあのマックスの頃からずっと青山選手をしてて、特にはあのイケメンな顔です。さっきまでね、メインイケとか言おったんよ。イケメンなところね。アクターズにはね、青山選手のファンがとても多く、そう、なんちゃら先生やら、もう昔の紫色さんやらね、みんなね、とりこになっています、ね、大人気でございます。それではね、今日の試合も選手の皆さんのナイスゴールが見れるように、2曲続いて最後の曲をお聴きください。はい、ときめいてハットトリック、そして光の差す方へ。皆さんも一緒に歌ってください。それでは聴いてください。ときめいても早く
Let's go.
調子で盛り上がってきてますか？試合に盛り上がる準備できてますか？できてますか？おお、準備万端じゃねえっていうのもあるんですけど、じゃあ告知をここで少しさせてください。はいはい、次の試合、ここのホーム戦なんですが、10月5日のホーム戦なんですが、私たちが普段通っているアクターズスクール広島、アルハアクターズスクール広島のスクール生がなんとここエディオンスタジアムにやってきます。イエーイ。その名も丸ごとアッシュ。逃げ前ステージのプログラムが全部アクターズスクール広島で埋められます。もちろん私たちスプラッシュのステージもあるんですが、アクターズスクール広島のこの前の発表会でやらせていただいた演目もまた見れちゃうよ、はい、お楽しみに。みんなお楽しみに。お楽しみにしとったね。はい、それではこの後19時からキックオフです。皆さん盛り上がって